ポンちゃんおはよう。ポンちゃん。あ、おはよう。はい、ジャン君おはよう。ジャン君は夜中にパパの足の小指を噛んで怒られました。怒られた時はだいぶしょげていましたが、お朝忘れてるかな。パパの足もママの足も噛んじゃダメなんだよ。手もね。甘えに来ました。噛んじゃダメってわかるかな、この人。なんであのくらいの力でダメなのって思ってるよね。ねえ。ポンちゃんも嫌がるぐらいだよ、君の髪は。